里です。はい、今日は、太田兄弟と一光選手と大田拓磨選手と2分ずつを、スパーリングをしたいと思います。はい、はい、お願いします。一光選手はあれですね、来月試合が決まってるということで、はい、はい、ちょっと怪我させちゃいけないんで怪我させないようにお願いします。ちょっとなんかコメントを、ちょっと怪我しないように気をつけます。そこはちょっと怪我させないように気をつけます。はい、じゃあ、太田拓磨選手、楽しくやります。楽しく、はい、思ったよりちょっと体がでかい。ちょっと頑張ります。あのね、はい、見た目だけ、見た目だけ言ってね、僕いつも自分のジムのね、ライト級チャンピオンとやってるんで、まあ、大丈夫ですよ。ということで、お願いします。 OK。 ラスト1分ちょっと待って30。あれバンダム着だっけ。バンダム着めっちゃ燃えちゃった今の。撮ろうかな今の。ありがとうございます。えぐい、やばいね。じゃあもうすぐ行きましょう。じゃあ、はい、もう燃えちゃうんです。やばい今やば重いんですよ。だって今やば重いんですよ。試合前だからね、追い込んでるから強い感じ。じゃあ、じゃあ
ラスト30。頼んでたから。ありがとうございます。ありがとうございます。やばいね、一回途中でもうダメかなと思って。頑張ったでしょ。どう、京志くん。いや、頑張ったと思います。ありがとうございます。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。でも強い全然やらなかった。ね、組もうと思ったけど、昔の試合思い出して、いや、組相撲めっちゃ強いんだと思って。もうそっちも嫌だったし。見てね、頑張ってください。はい、ありがとうございます。なら、最後に、メッセージをお願いします。太田兄弟で頑張ってるので、応援よろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。今、俺のマスクしっかりしちゃってた。もうすぐ試合なので、ぜひ応援よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい。